危ない、落ちるとこだった。はい、こんにちは。今日はちょっと買ったもの、こちらをご紹介したいと思うんですけども、何を買ったかと言いますと、最近ね、すごいスパンで、ちょっと中古のカードショップに行ってガンガンカードを購入してきてるんですが、よく利用させてもらってるホビーステーション、ホビステだとこのようにね、1枚ずつがバラ売りされてるやつは1枚ずつこういう風に袋に入ってて、でこんな感じで値札がついてるんですね、このスリーブに入って。なのでこれだとまだいいんですよ。なんでホビステで買ってきてるものとかはいいんですけども、この間最新の動画2個前かなとかで紹介してるこのプロモカードとかは全くこの裸のまま売られてまして、まあ綺麗なものとかも結構あるし、これ以上ね傷つけたくはないのでシールドに入れていきたいんですが、このようなね公式のデッキシールドを多用してしまうと、まあこれデザイン性もあってねもったいないっていうのと、まあ値段が結構跳ねるんですよね。今値段を見ようと思ってこれ持ってきたんだけど値段書いてないですね。値段が結構高くなっちゃって、よいしょ。ということで今回ね、無印のシールドスリーブでちょっといいものがないかっていうのを調べまして、こちら駿河屋、みんなおなじみ駿河屋で今回はご購入をしてみました。では開けちゃうよ、開けちゃおうと思います。プリアウォーダプリアウォーダ、あーオーマイガー。はい、来ました、来ました。めっちゃでかいんだけど、こんだけしか入ってない、めっちゃでかい箱なのに。よし、 OK、 住所は捨てました。はい、めっちゃでかい箱だったんだけど、物はこんだけしか入っておりませんでした。はい、今回買ったのはこちらですね、カードバリア100パーフェクトサイズというものですね。で、裏面にはこのような形で、この製品はスタンダードカードサイズにぴったり作られています。図のようにパーフェクトサイズをパーフェクトサイズをカードの頭から入れ、次に下からスタンダードサイズを使うことをお勧めします。ということで、ぴったりサイズ、一応ねぴったりサイズのこれカード、スリーブになります。なんですけどどうも、硬さが足りないみたいなんで、裏面にさっき書いてあったようにねスタンダードサイズと2枚重ね必須みたいな紹介をされておりましたね。とりあえず今回試しでっていうことで、このパーフェクトサイズだけ買いました。でちょっと数がかなり多いんですけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9個かな、何個入りだこれ、100枚入りかな、100枚入りをとりあえず9個買いました。まあ、9個買った理由は単純に送料がかかるんで、1500円以上だと送料取られなくなるから1500円超えるまで買いましたね。1500円じゃないか、1000円か、うん、1300円か、1300円で送料かかるみたいだったんで1300円超えるように買いましたね。金額は、1つ158円でした。で9個で1422円です。で、まあ、かなりの枚数のカードあって、正直ねこれぐらいの安さであれば、まあ、20重ねしなくっても、ちょっとノーマルカードとかもね全て、入れておきたいなと思ったので、とりあえず大量に買ってみました。でまた使い勝手が良かったら追加で購入しようかなと思ってますし、このちょっとスタンダードサイズもね今後ね試してみたいと思ってます。ではまず早速このパーフェクトサイズどんなもんか開けてカード入れて試していきたいと思います。はい、出すとまたその100枚が袋に入ってましたね。はい、で出します。あ、結構ペラペラですね。あ、ホビステで使われてるものと同じなのかと思ったけど、ちょっと重ねてみると、動画じゃ分かりにくいかな、重ねてみると若干ここ小さいですね。これの方がポケモンカード入るのかな、一応使えるっていうのは書いてありました。ではまず、これプレイヤーズのナイトルで試してみたいと思います。お、ぴったりサイズだ。
まあ、結構ねこれ二重入れ必須みたいな形でここにも二重入れてくださいって書いてあるし、これ紹介してたねちょっとネットで参考にさせてもらって買ったんですけど、紹介してたところでも二重入れが必須になるスリーブだって書いてあったんですけど、まあ一応表面守るだけであれば全然使えますね。この安さなら全然ありだと思います。暑い、よいしょ気温が上がってきたんでライトがすごい暑いですね。うちは基本的にクーラーをまだつけていないのでちょっと撮影が暑いでございます。ではちょっと何枚か入れてみましょう。何枚かシリーズ違いでねちょっと入れてみましょう。とりあえず3つ入れてみました。ポケモン E とか、まあサイズが全部一緒なんで変わりないんですけど、とか ADV とか、これはプレイヤーズのカードですね。こんな形で結構使えます。まあただ柔らかいのかな。通常のこの公式のねポケモンから出てる公式のデッキシールドと比べると少し、でもそこまで気にならないぐらいですね。本当に完全に守りたいんであればやっぱりこのスタンダードサイズが必要かなっていう気がするんですけど、入れないよりは全然パーフェクトサイズ単体でも入ってれば表面傷つかないからいいのかなと思いました。でちょっとね表面がツルツルしてるので大量に入れて重ねて置いとくと滑っちゃったりとかしそうな感じはしますね。ではちょっとね近日中に大量に仕入れて購入してきたカードがあるので、またそれはね全部このパーフェクトサイズのスリーブに入れていきたいと思います。まあその様子は多分撮影しても長くなっちゃうんで、もしやるんだったらセカンドチャンネルとかにあげるかもしれないです。では今回はこのパーフェクトサイズの、カードバリア100パーフェクトサイズというものを買ってみました。ポケモンカードはぴったりで使えるし値段そんなに高くないのでおすすめでございます。でカードをしっかり守りたいという方はこれ同じとこ、駿河屋で購入できるんでスタンダードサイズも一緒に買ってみてください。またねスタンダードサイズも買ってみたらご紹介をしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。 you